中条姫、月岡義俊、広告二十四校より、東間寺の中条姫中条姫放棄六年三月十四日は、奈良の大間寺に伝わる、東間曼荼荼を追ったとされる、日本の伝説上の人物。平安時代の長は、肝心の頃より、世間に広まり、様々な儀曲の題材となった。中条姫の母党中条姫大間漫荼監督の、場面より、藤原鎌足の彦、 右大臣、藤原豊成とその妻の紫の前の間には長い、間、子供ができず、桜井の長谷寺の観音に祈願し、中条姫を授かる。しかし、母親は、その娘が五歳の時に世を去り、六歳の時に豊成は、照らし夜の前を五歳とする。中条姫は、美貌と才能に恵まれ、九歳の時には、後見天皇に召し出され、百官の前でことを演奏し、 称賛を受ける。しかし、ママ母である、テラシ夜の前に憎まれるようになり、盗みの疑いをかけられての折巻などの虐待を受けるようになる。13歳の時に、三位中将の位を持つ内しとなる。14歳の時、とヨナリが、諸国巡視の旅に出かけると、テラシ夜の前は、今度は家臣に中将姫の殺害を命じる。しかし、命乞いをせず、 亡き実母への供養を怠らない、極楽浄土へ召されることをのみ祈り度胸を続ける、中条姫を、家臣は、あめることができず、ひばり山の昇蓮寺へと隠す。翌年、豊成が見つけて連れ戻す。中条姫は、小三浄土仏小事業戦艦の社教をなす。天平法治七年、十六歳の時、順任天皇より、高級へ入るように望まれるが、これを辞す。 その後、二条山の山麓にある大間寺へ入りにとなり、宝女という戒名を授かる。仏行に励んで、徳によって、仏の助力を得て、一世で破水とで、遠間ままんだらを追ったとされている。宝器六年春、二十九歳で入滅。阿弥陀如来をはじめとする二十五菩薩が来合され、生きたまま西方極楽浄土へ向かったとされる。ありがとうございます。